では早速ですが、とても問題に挑戦です。1つ目はイルカと握手でご挨拶です。ではトレーナーとしてやっていきましょう。握手の際ですが、右手を耳の横に当て、その手をパッと下向きにします。そうするとイルカと握手をすることができるんです。では一緒に挨拶をしていきましょう。ではこちらまでお願いいたします。では右手を右の横に当ててお待ちください。さあやっていたのはオスのリース。では手を下ろしてください。では次の際の練習です。では中央へお願いいたします。続いての際ですが、両手を前に出し、この手をパッと大きく横に出します。先ほどはエース1投にサインしましたが、今度はエースとハート2投同時のサインに挑戦していきましょう。では手を開いてください。するとくるっとお腹を見せてくれました。このサイン、青掛けのサインだったんです。ではせっかくですので、イルカのお腹について話をしていきましょう。カマイルカという種類はお腹が真っ白ですが、中央には黒い点があります。実はこれイルカのお腹なんです。赤ちゃんイルカがお母さんのお腹の中にいた頃は、私たちと同じくへその尾で流れていたんです。さあ本日はなかなか見る機会のないイルカのお腹を、ぜひ皆様にも探してもらいたいと思います。皆様の近くへと真っ白いお腹の中央に